ホリエモンみたいな実業家とかは金に興味がないと言いながらなぜビジネスをやるのでしょうか。とね、お金を貯めることに興味がないだけで、お金を稼いで成功することに興味があるんですよね。で、成功したかどうかってビジネスって分かりやすいんですよ。お金っていう数字でカウントされるので、でお金があるとやれること、やりたいこともできるようになるじゃないですか。例えばロケットを作るのに5000万円必要です、ロケット作りたい、じゃあ5000万円出すわっていうのも、そのお金によってできることが増えるんですよね。なので、そのお金儲けをしてお金持ちになりたいというんじゃなくて、やれることが増えるっていうのと、あとその成果が点数で分かるっていう、金額っていうところが面白みを感じている人が多いんじゃないかなと思います。